YouTube をご覧の皆様、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業三つ崎です。本日ご紹介させていただきますお車、こちらになります。はい、こちらの車、新車ハイエース版スーパージールダークプライム2ガソリン肉の車、ご紹介させていただきます。では早速もカスタムの方からご説明させていただきます。まず一番下こちらですね、フレックスオリジナルのフロントスポイラー、こちら取り付けしております。でメーカーオプションなんですけれども、こちらトヨタセーフティセンス、そのすぐ下にパナラミックビューモニターで、フロント4点インテリジェントクリエランスソナーで、ロビーム LED のヘッドライトとなっております。でこちらのお車、ローダウン施工済みのお車になります。で、1.5 インチローダウンしておりますので、純正よりも3センチ、4センチほど低くなっております。で、タイヤホイールですね、グッドイヤーナスカータイヤとフレックスオリジナルカラーのグランデの17インチ、こちらセットを取り付けしております。はい、で後ろ回りのメーカーオプションなんですけれど、まず一番上こちらにデジタルインナーミラーのカメラと、リアバンパーにもインテリジェントクリエランスソナーが4点ございます。はい、こちらの車2室ですね。2室まだベッドキットカスタムなどはされてないんですけれども、まあ、逆にベッドキットがなければこんだけの荷物、入れていただくことができます。でリアゲートにはイージークローザーついているので、力なく閉めていただけます。でこちらのお車、両側パワースライドドアのお車となっております。でダークプライム2のグレードになりますので、ここから見えるところだと屋根であったりサイドピラー、トリムでが黒色で統一されているのと、運転席、助手席と2列目ですね、こちらがハーフレザーシートとなっております。でこちらの車、フロントのナビカロッツリア7インチ製ですね。でバックギアに入れていくと、バックモニターもちろんなんですけれども、そのすぐ隣にパナラミックビューモニターの映像も出ます。でこちらがデジタルインナーミラーですね。はい、いかがでしたでしょうか。ガソリン肉黒色ライトカスタムのお車、南大阪店入庫してきましたので、気になりました方はぜひ私南大阪店の三つ崎の方までご来場、お問い合わせのご連絡お待ちしております。では今回はこちらで以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。